院長おはようございます。おはようございます。本日は、日銀、日本銀行に対しての抗議ということですが、はい、この意義に関して、お聞かせいただきたいんですが、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずこの前、黒田日銀総裁の発言に、はい、もう物語るように、やはり今の日銀の行っている経済政策、はい、つまり、日銀の行っているものについては、貨幣、金、これは金融というのは経済の血液であります。はい、その血液に対して、やっぱりああいう今の日本の国民の生活に対して全く無頓着な人間がですね、はい、その門番としてやってる、もうこれに非常に憤りを感じる、驚愕の上に憤りを感じている、これが本音じゃありませんか。はい、そうですね。もうインフレとかデフレとか、はい、もうそんなことについていちいち理論的に学者じゃないんだから能が答えないと。はい、つまりいかに国民の生活を安定させるか、成長させるかっていう、はい、この一点なわけですね。はい、ところがこの日銀というものは、まあ、渋沢栄一が作ったと、はい、つまり近代における資本主義の、まあ、いわゆる代名詞です。はい、じゃあその資本主義何かということになると、これは公共福祉というよりも、やはり党に党に私利私欲の権化である。はい、これがアメリカも含めてこういった中央銀行というものが結局そういった市場原理、これの代名詞である。はい、やっぱり国民の末端にまで、やっぱり少なくともやっぱり行き渡るような生活安定というのは、これは経済、つまりそれは公共福祉と、そして経済というのは奉仕であるという本来の原点に立ち止まらなきゃいけないと思うんですね。はい、で特に今回の経済政策、この金融というわけのわかんない金融というものと経済とのいわゆる乖離、うん、まあ、政府がやってる経済政策と日銀がやってる金融、この乖離、そしてお互いに独立するってこの矛盾、はい、これが今の経済というものを複雑回帰にして、そして結局のところ自分自身の通り通りが使われていると言っても過言じゃないと思います。そうですね。はい、そこを我々はミソを入れて、そんな複雑回帰なもの、生活に一番必要な、国民生活に一番必要なものについて、そんなわけのわかんない専門家と称する人間しかわかんないようなものは全部やめろと、はい、したがってこの日銀というものに対しては廃止すると、はい、そして経済政策を一本化して、いかに国民のために金を使うのかということ、その大原点を、はい、優しく国民に説明して実施すると、はい、これに変えない限りは、やっぱりわけのわかんない、この闇の中において、一部の人間だけが富を集積するというね、この矛盾は解決しないと思います。はい、この意味で、この資本主義の権化である日銀を成敗するということで、はい、今日は発生させてまいりたいと思います。はい、承知しました。ありがとうございました。ありがとうございました。